挑戦者です。サイドヘッドロックです。宮原エルボーではチョップでお返しをします。チャンピオンのゼウスです。ゼウスは最近このチョップにも自信をね深めてますからね。そうですね、思わずのけぞりました。宮原エルボーとチョップの打ち合いとなりました。序盤戦三冠ヘビー級選手権試合です。ゼウスのチョップが勝った。もう一度前に出る。遅れまして2008年ケンスケオフィスでデビューを果たしています。2010年の1月全日本プロレスに入団を果たしています。さあまたヒートアップですね。動き出しましたよ。動き出しましたね。ゼウスが走り込んでいくか。カニバサミ横から宮原、さあここに来てチャンピオンのペースになってきました。かなりダメージ悲鳴を上げています。今の一発場外が悲鳴を上げました。おーっというそんな今悲鳴にも似た声となったわけであります。うわーこれすごいですね。強烈ですね。強烈ですね。まさに王者の攻撃だ。一発一発が重い。場内がうなる。びっくりしている。一番びっくりしているのは受けている宮原健人ではないでしょうか。あんなに強かったのか、そういった思いがあるのかもしれない。さあ今度は首をつかみ張って、おエルボー3つ4つ。しかしお前に出る。ゼウスが前に出る。今度はロープに送るが、この攻防はどちらか。お飛び込んでいきますわけであります。これが全日本プロレスを引っ張っていくというそういった強い意志があります。まあ、宮原はですね、はい、ダメだと思っても無実のスタミナがあってですよ、ね、ゾンビのように蘇ってきますからね、まだ分かんないですよね。いやまだ大丈夫でしょう、ゼウスもそれが分かってるから勝負を急がないんでしょうね。そうですね、汗のシャワーが飛んでいます。右の腕、前に前に出ていきます。今度は額をつけ合わせまして、ローキック1発2発3発4発と、ヘッドバットから前に出る。ゼウスであります。腰が落ちてきた。腰が落ちてきた。ゼウスもかなり熱くなってまいりました。和田恭平が割って入るが、それを吹っ飛ばしていく。突き飛ばしていきます。かなり熱くなりましたね。ちょっとゼウスがね。そうですね。もう懸命に、もう足をこじれてますもんね。和田恭平がもうこれ三冠の選手権だと割って入らなきゃと、もう身を挺して両者の中割って入っていきます。まあ熱くならすぎずとね。そうですね、はい、まあ、試合が成立しなくなったら困りますからね。そうですね。そして今度はエプロンでの攻防。これも7月の三冠戦でもありました。うわ、一発一発重い、激しい。後ろをちょっと見やりました。このゼウスであります。うわすごいエルボーです。首を取った。断崖式ですかね。場外に叩きつけようとしてるんでしょうね、はい、これはもう懸命にこらえています。トップロープを握って離さない宮原。ここもこらえた。チョップを放つ。宮原が止める。大きく肩で息をしています宮原健人であります。うわ受け止めた。ブラックアウト受け止めて相手の腕を取る。担ぎ上げた。さあどうする。あこのままいきますか。叩きつけますよ。あらわざ。この間をどう使うか。飛び込んで、おジョン・ウーであります。ジョン・ウーだ。チョークスラムを狙うんでしょう。チョークスラムからジャックハマーへの移行はあるのか。
ゼウスに対する声援が飛ぶ。うわー、これは強烈、叩きつけるように持っていく。2度目の防衛はなったか。カウントは2カウント。また歩み寄っての打撃戦か。まあ、お互い、ね、はい、最後の力を出せるのがどっちかみたいな感じですよね。そうですね。エルボーの打ち合い、この時間から再び足を止めとの打ち合いとなりました。筋骨隆々、ブロンズ像のようなこのゼウスの肉体、しなやかなバネのあります、このケントの肉体。そうですね、ケントは亡くなったね、マス斉藤さんの今に行った時にお前脱げと、はい、で上半身こうポーズ作らされてよしとね。あのマスさんはやっぱり体にはうるさいですからね。そうですよね、鍛えてないとね。はい、そのマスさんも天国から見つめているこの三冠ヘビー級。うわ、ストンピング、ストンピング、荒々しい攻撃となりました。宮原健人、大技を送ってしまいました。右、今度はゼウスが膝を放っていきます。また打ち合いとなる。やはりスタミナには自信を持っている宮原健人、止める、ブラックアウト止めて、右のラリアット、バイセクスエクスプロージョン、おっとブレンバスター、ジャックハマーを打たせません。宮原もやっぱり分かってて、はいはい、ここで攻め込まれたらまずい、やばいっていう時には必ず反撃してますもんね。そうですね、その一瞬の集中力、さすがは三冠のベルトを争う両者。それだけまたね、はい、宮原も修羅場をくぐってきたということですよね。そうですね、テントコールが今鳴り響いている横浜文化体育館。さあ取れるか取れるか、ゼウスも分かっている、クラッチされたら終わりだ。さあここからゼウスどうする、ん、力比べとなった、力比べとなった。おー、これを振りほどいて、ここはどう出る、ドロップキックです。打点が高いドロップキック。全日本プロレス、もっともっとお互いのプロレスをして盛り上げようや。